色分けエルカは、クジラモカハクジラアモクマイルカか色分けエルカ族に属するイルカである。見た目の印象がジャイアントパンダに似ているため、パンダイルカとも呼ばれる。南アメリカ南端の笛ごとおよび、ホークランド諸島周辺の海域、および、インド洋南部のケルゲレン諸島周辺の海域、2つの海域に生息する。種商名のコマーソニー、および、英名のコマーソン。 エスドルフィンはフランスの生物学者であるフィリベール・コメルソンに由来する。人と比較した色を分けるかの大きさ色分けるかの模様は非常に特徴的である。頭部、胸びれ、背びれ、尾びれは黒く、喉と胴の大部分は白い。黒白2色の境界は非常にはっきりしている。体型はスンズマリ気味であり1.5メートルほどに成長する。外見は ネズミイルカに似ているが、行動は他のマイルカかのイルカに似ている。額はなだらかに傾斜し、興奮の前方への突出はほとんどないまた、続く胴体もずんぐりとした形状である。胸びれの形状は先端が丸まっている。また背びれの頭側は直線的で尾側は大型であるが、上端が丸く釜のような形状ではない。幅広く太い尾びれの中央には切れ込みがある。 死ともに6年から9年で生成熟する。繁殖期は春から夏の間であり、妊娠期間は11から12ヶ月である。飼育下での最長飼育記録は約21年であるが、寿命はまだ正確には分かっていない。色分けエルカの生息域、色分けエルカの生息域は2ヶ所である。一つはアルゼンチンの入リ江、マゼラン海峡。 フォークランド諸島などの南アメリカ南端の海域である。もう一つはその海域から8 0 0 0トルも東方のインド洋南部のケルゲレン諸島周辺であり、これは1950年代に発見されている。浅瀬を好む。全生息数は不明であるが、マゼラン海峡など生息域においてはよく見られる。色を分けるかは非常に活発に行動する。海面を高速で泳いだり、 ジャンプしたりする様子が頻繁に観察される。海岸の近くでは波乗りをするかのような回転などの行動も見られる。高速で移動する船を追いかけたりもする。主食は近海や遠洋の魚類やイカである。南米では甲殻類を食べる群もある。色をケけるかは国際自然保護連合レッドリストにおいて2017年に低懸念に分類された。それ以前は 情報不足に分類されていた。ワシントン条約付属書通に記載されており、生態死体、加工品にかかわらず条約締結国間での商業取引の際には輸出国の輸出許可書が必要となる。また、アルゼンチンは本種を含む多くの動物種の生態の商業輸出を原則として禁止している。海岸に近づく個体が差し網により混獲されることは、 珍しいことではない。1970年代から1980年代にかけてアルゼンチンやチリではカニ漁の餌として色アケールが使われたこともあったが近年では少なくなっている。2020年9月現在日本の水族館では仙台海の森水族館と鳥羽水族館が色アケール化の飼育展示を行っている。かつて海遊館アドベンチャーワールド サンシャイン水族館、の戸島臨海公園水族館、マリンピア松島水族館、横浜、八景島シーパラダイスで飼育されていた時期がある。ありがとうございます。